今日は富山地方鉄道の車両基地を見学というか勝手に見に来ました。それ何個かね、5両ぐらいかな、ぱっと見ちょっと奥の方にも車両があるみたい。いい感じに電車が見えます。うちのちびっ子も大興奮。よかったね。もうすぐ電車が通るかもというわけで、ここでちょっと見ます。懐かしの富山の地方鉄道です。昔使ってました。たくさん電車が見れて子供も満足そうです。動きがあって面白いです。子供はね、どちらかというと電車も楽しいけど踏切が見たくて止まらないみたいです。地方鉄道のいい感じの雪の中の鉄道が撮れて、私は大満足です。すっかり撮り鉄になってしまったリツさん。さてリツちゃんの鉄道の旅は続くのでしょうか。はい、今日はここは極楽坂スキー場です。ゲレンデが溶けるほど恋してますね、皆さん。今ね、子供用のそり広場があったり、キッズとしても楽しい感じです。淡水公園です。楽しそう。旅、今回スキーに行ったり温泉に行ったり
レンタルそれ500円でね、あんなに大満喫すると思わなかったので、冬の富山にお越しの際はスキー場にも行ってみてください。いろんなね、雪の中で鉄道も見れてね、鉄道オタク初心者の私はなかなか楽しかったです。また富山の電車をたくさん見ようと思います。今年は2024年始まりますので、皆様いい年にしましょう。おいしいものを食べていろんなところに行くぞということで、またね、バイバイ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 。リッツリー。